おにゃららが9割ってたくさんあるけど、あと1割って何？私にとっての1割はギターですね。残りの1割はグルーヴとか筋トレです。筋トレ、はい。上野駅の13番から17番ホームです、カラオケですかね。犬撫でてる時というか沈黙だよね。妄想ですね。妄想、はい。ぼーっとする時間ですね。塗り絵をするのがすごく気に入っています。広瀬さんは何が9割だと思いますか？お仕事。ではあと1割は何だと思いますか？ビール。やっぱりビールなんですね。カオルエールサントリー。ほにゃららが9割みたいな本、今300冊くらいあるんですって。ということで、その教え実践してみます。人は話し方が9割。こんにちは、広瀬すずです。好かれる人は話し方が9割。こんにちは、広瀬すずです。会話は最初の一言が9割。こんにちワンタンメン。話し方は9割が説得力。めっちゃありますよ、エビデンス。人は聞き方が9割。リーダーは聞く力が9割。何でも相談してね。部下に9割任せる。自分で考えよっか。やっぱり見た目が9割。年収の9割は声で決まる。うん。結局、腸が9割。心配事の9割は起こらない。もうよかった。営業は台本が9割、正直が9割、自己肯定感が9割、ほぐし方が9割、段取りとスケジュールで9割、暗記が9割、理解が9割、リサーチが9割、力で9割、準備が9割、担当整理、時間の使い方、交渉力で9割。9割は無駄。悩むことも多いけど、たまには好きに楽しみましょう。ほら、これとか飲んで。カオルエールサントリー。今までの全部見たかったのか、ちょっと興味の表情。ほにゃららが9割みたいな、ほにゃららが9割みたいな本、今300冊くらいあるんですって。ということで、その教え実践してみます。カット、あとテキスト、はい、いや、テキしない絶対動きませんですよ、ね、人は話し方が9割。こんにちは、広瀬すずです。疲れる人は話し方が9割。こんにちは、広瀬すずです。人は話し方で9割変わる。こんにちは、広瀬すずです。年収の9割は声で決まる。あ、結局、腸が9割。結局、仕事は人間関係が9割。いつもお仕事いただけて光栄です。人は話し方が9割。こんにちは、広瀬すずです。人は話し方で9割変わる。こんにちは、広瀬すずです。会話は最初の一言が9割。こんにちは、タンメン。人は話し方が9割。こんにちは、広瀬すずです。疲れる人は話し方が9割。こんにちは、
広瀬すずです。人は話し方で9割変わる。こんにちは、広瀬すずです。会話は最初の一言が9割。こんにちワンタン麺。話し方は9割が説得力。めっちゃありますよ、エビデンス。人は聞き方が9割。リーダーは聞く力が9割。リーダー、何でも相談してね。部下に9割任せる。自分で考えてみよっか。そしたら畳みかけてくる。ちょっと最初困ってる感じ。心配事の9割は起こらない。営業は台本が9割、正直な9割、自己肯定感が9割、押し方が9割、正直な9割、自己肯定感が9割、押し方が9割、正直な9割、自己肯定感が9割、押し方が9割、9割は無駄。カット。カット。心配事の9割は起こらない。もうよかった。営業は台本が9割、正直な9割、自己肯定感が9割、押し方が9割、正直な9割、自己肯定感が9割、押し方が9割、正直な9割、自己肯定感が9割、押し方が9割は無駄。悩むことも多いけど、たまには好きにして楽しみましょう。はい。悩むことも多いけど、たまには好きに楽しみましょう。ほら、これとか飲んで。カット。カット。よーい。はい。たまには好きに楽しみましょう。ほら、これとか飲んで。カット。カット。チェックします。よーい。はい。カット。カット。はい。よーい。はい。ほにゃららが9割ってたくさんあるけど、あと1割って何？カット。以上で広瀬さん撮影終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか日常的にこう9割っていう単語を使いつつ、なんかフォーカスをすごく置いたことがなかったので、なんかすごい不思議な感覚のこう空気感のなんか杖テイストもなんか割とシュールで、でもテンポ感もあってすごい面白いなと思って、完成が楽しいなと感じております。でもなんかこう天の声みたいな声をずっとこうやってたので、クイズやってるみたいな感覚で、ちょっとこう普段の撮影とはまた一味違う撮影だったなと思います。なんか私腸活好きなので、腸って言われた時はちょっとわかんないみたいな顔しちゃったんですけど、撮影はすっげーわかるな腸大事だよねっていうちょっと共感もありつつ、ありがとうございます。こういっぱい9割やった後に最後こうプレモルをと飲んでたと思うんですけど、飲んだ感想とかもお伺いできますか？昨日ぶりだなっていう感じです感想というはい、そうです、昨日ぶりだな、さっき昼から飲めて嬉しい。リアリティショーがすごく好きで、結構配信のもので増えてたりするじゃないですか。あれを寝なきゃいけないのは分かってるんだけど、結局1話だけって思ったら2話まで見て、次の日もう1回1話だけと思いながらまた2話分進んで止まらなくなってきちゃってでもそういう時間をこう家でゆっくり過ごせてると、なんかこう自分の時間っていう感じが、日々撮影とか忙しい中で
唯一ちょっとこうプライベートな時間を確保できているっていうのはなんかちょっとこう余白というかふって息抜きできる時間だなと思いますね。余白を大事にするラジオみたいなのを広瀬さんとやられたりするのかなと思うんですけど、はい、ラジオとかもこう余白時間みたいな感じになってますかね。ラジオは一人で勝手に喋ってるだけなんでなんかすっごい早い人すごい短く終わっちゃった人すごいアホみたいに一人で自分でわーってすごい喋っちゃう日が結構バラバラでなんかなんですか自分のテンションというかなんか分かるっていうか今こういうちょっとゆったりしてんだな自分とか再確認できる時間でもあるのでもともとラジオ大好きだったのでそうですね、うん、カメラの前に立たない仕事としてちょっと新鮮かもしれないです。でも睡眠ですかね。結構私生活の中で睡眠はすごく大切にしているというかちょっとこうたまになんか忘れるっていうか疲れてるんだけど見ちゃうとか何か見ちゃうとかこうなんとなく自分の好きな時間を増やそうって思って寝るのがちょっと短くなったりまあいっかみたいになるんですけど次の日結構がっつり多分寝ないとダメなタイプなので空き時間にちょこちょこずっと寝て。トータル結局1時間半プラスで寝れたみたいなのを7時間か8時間毎日寝たのでそこにちょっとずつこう足りなかった分を日頃のこう待ち時間で埋めていくっていうでも割と睡眠は大切だし好きだし結構、うん、あんまりこう粗末できないのでそして集中できなくなるタイプなので眠すぎて割と私は一番というか9割って言っていいほど睡眠は大切かもです。ありがとうございます。逆にこう1割何されてるとかってありますか。最近はちょっと日によって違う時もあるんですけど料理やりたいんだけど1割くらいなんか脳内にあるんだけど結局家で食べる時間が基本的にないみたいな毎日があるとなんか食べることもすごい好きなので結局こうお弁当とかその現場の付近にあったものをちょっとテイクアウトしたりとかうんやりたいんですけどやりたいっていう1割だけがあって全然やらないっていうのが最近は料理かなって思います。1割のもし時間があった時になんか作りたい料理とかってありますか。でも結構和食を作ることが多いので逆にこうおしゃれな料理を作ってみたいです。インスタ映えするみたいな。そうです。絶対あげないけどぜひ見たいですそんななんか盛り付けとか無理で、でもそうインスタグラムとかでこう見てあメニューとかも結構載ってるじゃないですか。結構簡単だなって思う元料理人さんのインスタグラムとか見るのは割と好きでそういうの見てあこれ作りたいなと思うの結構保存してるので情報はそこからで得たいなと思います。ありがとうございます。ちょっといつかインスタグラムに上がるのを楽しみにしてみてください。うち猫飼ってるんですけど結構朝から夜遅くまでの撮影が割と毎日続いてるとさすがにどんどんかわいそうになってきて玄関開けたらもう玄関の前になんかいるんですよ。帰った時またあーってなってでも行かなきゃいけないから毎朝頑張ろうって今日お留守番頑張ってって
スパルタにこうお互いになんかこう、ああまた今日もかみたいな顔しながらもごめんっつってやってますね。さっきも睡眠なんですけど、寝なきゃと思って12時前には寝るっていうのを決めて最近やってたんですけど、なんか早く寝ればいいと思って9時くらいにこの前寝ちゃって、そしたら7時まで寝れるのに5時半くらいに起きちゃって、逆にその日の撮影の夜がめちゃくちゃ眠くてあ意味ないなって思って、ここまで頑張らなくていいんだみたいな、眠くなったら12時前にベッドに入るとかでいいんだと思って、ちょっと気合入りすぎて毎日すこぶる元気にいようって思ってたんですけど、風邪もひかないみたいな、ちょっと逆に間違えてしまって頑張りすぎたなと思いました。やりすぎたなっていう、程よい睡眠が、そうですね、本当にそう思います。